こんにちは、りょうこばあばです。今日もお天気いいですね。気持ちいいくらいです。晴れてますね。でも外を出るとちょっと暑いかもしれないですね。今日はもうほんと干し物したり、お掃除したりね、お休みの方はねしてやるんじゃないでしょうか。私はですね、今日は動画撮る日じゃなかったんですけど、だいたい今日は主人がね家にいる日なんですよね。それで動画はやめようと思ってたんですけど、なんかお昼から会社の人たちと気が合う人たちとね飲み会ということで10時半ごろ出かけたんですよね。それでそしたら動画撮ろうかなと思って今撮りました。それでですね、この間から編んでる三角ショールですね、ピンタレスの編み図を参考にちょっと変えながら今編んでいます。今朝から2玉目に入りました。それで柄がですね、このどの部分かな、このピンクの部分までは一玉目なんですよね。でこのピコットの部分から二玉目に入りました。2個目に入るときにね、中の糸から出したがいいか、外側から編み始めるか、柄の出具合でちょっと決めかねてたんですけど、最初の一玉目は中から出しました。そして二玉目は外から今編んでいます。なんかね、大きくなるにつれて慣れてきたらスイスやめるんですけどね、ちょっと間違いも出てくるんですよね。そしたらほどくのがねちょっと大変ですよね。やっぱり後で気づいたら、間違いをねすぐに気づけばいいんですけど、さっきも間違っててほどいてましたけどね。それでこの糸は5号針で編んでるんですけど、中細よりも糸細いんですよね。だいたい3号から4号で編む糸なんでしょうけど、もう解くのを前提に私は大きい針で編んでいます。でもこれでも5号針でもちょうどいい感じですよ。なんかゆっくりというか目がですねきつくなくて5号針でちょうど良かったです。色もね暖色系で温かみのある色ですね。なんかいいですね、このグラデーションの色はもう大好きになりました。これからもっともっとグラデーションのね糸を編むと思います。で昨日は姉が来たんですけど、尻尾編みのストールを編み上げてたからね、取りに来るよということで、昨日ちょっと仕事帰りに来たんですけど、とっても喜んでました。これいいねって、やっぱりね編んで喜ばれたら嬉しいですよね。尻尾編みはゆるく編むから、ですね、ふわって編み上がりがふわっとしてますね。喜んで持って帰りましたけどね。やっぱり喋りながらのこう編む作業はちょっと大変ですね。これじゃなかったんだ。もういきなり間違ってます。3玉しか買ってないから
どのくらいね、3玉使って編み上がるか心配なんですけど、そんな大きくねならなくてもいいんですよね。今回ちょっと肩が隠れて、寒さがちょっとしのげたらねいいかなと思って3玉しか買ってなかったんですけど、出来具合によって糸をね買い足さないといけないかもしれないですけど、本当今日は気持ちいいですね。あったかいし、ちょうど家の中でちょうどいい気候というか温度ですね。編み物も気持ちよくできます。なんかねこういうグラデーションの糸はどんな感じでね色の配合が出てくるか楽しいですよね。もうなんか惹かれちゃいました、こういうグラデーションの糸に。ネットでね見ていてもすぐこういうグラデーションの糸をなんかすぐ探す感じですね。今日はですね全然関係ない話題なんですけど、今日からプロ野球のクライマックスシリーズがありますよね。セリーグはDeNA と阪神ですかね。でパリーグがソフトバンクホークスと楽天なんですよね。2位と3位が今日から試合するんですけど、私は当然ね九州なもんでソフトバンクホークスなんですけどね。今日は千賀さんが投げるんですけど、勝ってほしいですね。野球中継を昔はね野球とか興味なくて、なんか昔は巨人の試合しかなかったんですよね。テレビ中継が意外にパリーグの試合とかあんまり見たことなかったんですけど、特別興味もなかったんですけどね、今の主人と結婚して野球を見るもんだから、私もついつい一緒に見出したら、やっぱり地元の球団がね応援したくなりますよね。で今はもうソフトバンクホークスのプチファンなんですけどね、のめり込んではいないんですけどプチファンで、主人も年シーズンの時には会社の人たちとかと一緒にですね試合見に行きますよ、年に何回か。私もよく下の次女の娘の旦那さんが福岡で郵便局で働いてるんですよね。それでなんか福岡だからチケットとかよくいただくみたいで、私たちにチケットをもらったから見に行きませんかって言ってチケットをよくもらうんですよね。そしたら主人が会社の人とよく行ってますけど、指定席とかねだったらゆっくり見れるんですけど、一般席みんな一般席は席がなんか隣同士がね席が近いんでなんか身動きが出にくい、身動きがねしにくいとよく行って帰ってくるんですよ。で私もねたまには試合を生で見たいから、いつもねテレビ中継で見るんですけど、生で見たいから年に1回とか 2,3 年に1回とか主人に連れて行ってもらうんですけど、
球場は車席専用というか、もう上の方ですね、もう本当上の段なんですけど、車椅子で見れるところがあるんですよね。そこで主人と一緒に、付き添いの人もね、一緒に見れるから、見た目はちっちゃく見えるんですけどね、上から見えるから。でもなんかやっぱりね、実物こう現にこう試合を生で見たら興奮しますよね。ちっちゃく見えてもなんか あそこに誰がいるとか、楽しかったですね。で主人も、ね、主人もですね、私と行った時は車椅子席なんでね、ゆっくり椅子でゆっくり見れると言って、こっちの方がいいね言って言ってますけど、なかなかね、私もそんな毎回行けるわけじゃないから、たまにしかね行けないから。行けば楽しいですね。こんな感じでね、これ裏なんですけど、ピコット中か、中長編みの6目中長編みですけど、裏の方がこんなしてポコポコなるんですよね。でもなんとなくこう長編み鎖編み4目の中に中長6目を入れてるから、こうここがこう開いた感じで、まとまりはないんですよね。ポコってかわいいピコットにはならないんですよね。こう鎖1目の中に中長を6目入れるんでしたら、こうね、一目の中だからこう丸まって可愛くなるんでしょうけど、私はもう鎖編みの4目の中に中長編みをくぐらせてるから、下がこう開いた感じになるんですよね。で、ちょっと表の方が綺麗には見えるんですけどね、ポコって見えるのは裏から見た方がポコって見えます。この模様はピコッ、ちょっと変形ピコットですけど、ピコットと鎖編みのネット編みみたいなのを3段して、でここが長編み扇形になってるんですけど、その模様の繰り返しですね。4段で1模様になってる、なってますね。で今ちょっとアレンジ中か、こんな感じでピコットを続けてしたら、今度は長編みの扇形の長編みを2段、かわいい模様になっていますよ。なかなかほらピンタレスかな、サイトで見てたらいろいろね、こういい感じの作品が載ってますけど、編み図がねないのもあるし、これも編み図載ってたんですけど、ほんとちっちゃかったから自分の手で拡大しながらですね編んだんですけど、かわいい柄ですよ。色合いも素敵な色合いで、かわいいですね、色もね。で野球の話ですけどね、昼から今日1時からあるんですよ。ヤフオクドームで楽天と試合するんで、今日は千賀さんが投げるんでね、野球を昼から一人で、主人はもう飲み会でいないから、なんかバーベキューと言ってましたけどね、私一人でクライマックスシリーズを見ますよ。なんかやりたいことがいっぱいあって、他にもいろいろしたいことあるんですけど、編み物でちょっとこういうね大物編んでたら、少しでも早く進めたいという気持ちになりますよね。皆さんね、
インスタでアップされてますけど、大きいものにたくさん出会って、私も早く編もうと思って、なんかすぐ急ぐんですけどね。すごいですね、あんなどうしてあんな早く編めるんだろうっていうくらい、皆さん早いですね、編むのが。だいぶね、気候も良くなったから、編み物もみんな測るんじゃないでしょうかね。私も早く編み上げたい。こんな感じで、これ可愛い模様ですよ。これ裏かな。編んでます。ちょこちょこ間違いもあったんですよね。だから、うわ、このくらいの時に間違いを見つけて、ピコット編みが右と左でちょっと違ってたから、ずっと確認しながらですね、間違い探しをしてました。朝やっぱり5号針で編んでよかったです。ほどく時も楽です。たまにね、引っかかるけど、こんな感じで可愛い模様ですよね。出来上がりが楽しみです。また今度はアップするときはもうちょっと編み進めていると思いますので、動画アップしたいと思います。では今日は この辺で、お昼からね試合を見ないといけないので、今日はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。次回もまたよろしくお願いいたします。